高祖ソネー足玉クラブは、中華人民共和国の東部、チャンスー省の南京市をホームタウンとする、中国プロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。通称、高祖ソネー駅、うもしくは、高祖ソネー。チーム名は、親会社のソネーグループに由来している。2000年から2015年までは出資していた、親会社の春天グループに由来して、2000年から2013年は、 高祖春天、2014年から2015年まで、高祖国信部春天となっていた。1994年、高祖進む徳とチャンス小体育委員会が共同で、プロサッカークラブ高祖進む徳属級クラブ創立。1995年、高祖進む徳が撤退し、チャンス足玉クラブとして、コービーリーグに参加。1996年チャンス電子大。 金量石化講師、元賞、チャンス賞、タバココンス、チャンス賞国際投資会社、チャンス賞サッカー協会が共同出資し、チャンス金量石化会を足玉クラブとなり、コービーリーグに出場したが、成績振るわず降格となる。1997年オーツリーグで2位となり、コービーリーグに再度昇格。二千年、高素会をの基礎の上に、高素春天グループが出資し、 高素春天足玉クラブとなる。引き続きコービーリーグに参加。2009年中国サッカースーパーリーグに昇格。2013年 AFC チャンピオンズリーグ2013で ACL 初出場すると予選で、韓国の FC ソウル、タイのブリーラムユナイテッド、日本のベガルタ仙台が入るグループ E を2勝1分3敗の3位で、終え、グループリーグ敗退した。 2015年中国 FA カップの決勝で、上海緑地進化を延長戦の末、1から0で下して初優勝を果たした。これにより2013年以来となる2度目の AFC、チャンピオンズリーグ2016の出場計を獲得した。2016年、ラミレス、アレックス・テイ・シェーラ、ジョーといったブラジル代表経験者が加入した。6月21日、チェヨンスを招聘した。 リーグ2位の高成績、特に、ホームゲームでは公式戦いっぱいのみと強さを見せた。2017年6月11日、ファビオ・カペットを招聘した。2018年3月28日、コスミン・オラロイを招聘した。2020年中国サッカースーパーリーグにて、初優勝を果たした。中国サッカー協会長級、リーグ2018シーズン基本フォーメーション帰り見を。 一伝位の三義二24パレッタ29リノボルニオータカシ33クレアサヒ22用エミテン28社法比11エデルキューテイシェイラ1二2 0 1 9年7月26日現在監督詳細はカテゴリーコースソネー足玉クラブの選手を参照公式その他ありがとうございます